ミッドナイトスワン、再び。5月2日からついにネットフリックスでミッドナイトスワンが視聴可能に。主演草なぎ剛、監督内田英二、音楽渋谷慶一郎。ミッドナイトスワンは2020年9月25日に公開された映画。第44回日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞し、主演の草なぎはブルーリボン賞主演男優賞、日本アカデミー賞優秀主演男優賞など俳優部門でも多くの賞を受賞した。本作はトランスジェンダーとして日々体と心の葛藤を抱え、新宿を舞台に生きる渚と、親から愛を注がれずに生きるもバレエダンサーを夢見る少女いちかの姿を通して、切なくも美しい現代の愛の形を描くラブストーリー。何度もミッドナイトスワンを見に行くという意味を表すオイスワンという言葉も生まれた。多くの人が加入しているネットフリックスで視聴可能になることで、さらに多くの人がミッドナイトスワンを体感することになる。またすでに見たことのある人もネットフリックスでオイスワンをする可能性が高いのではないだろうか。ちなみに私もネットフリックスでオイスワンをする予定だ。今までもアマゾンプライムビデオで配信されていたが、有料のレンタル配信のみ、日本語のみでの配信のため外国の視聴者にはほとんど見られていないと思われる。ネットフリックスでの世界配信は当然各国の言語に対応している。ただ翻訳字幕での配信になるか、各言語で声の吹き替えまでやっているのかは不明だ。いずれにせよ、世界中の人々がミッドナイトスワンを見て様々な反応をすることだろう。私はこの機会にミッドナイトスワンがさらに大きく羽ばたく気がしてならない。